あ皆さんこんこにちはちょっとうるさめなので声大きめでいきますねと今日は、ね、DMM.com の改革と AWS というタイトルであのお話をさせていただきます、えっと、簡単に自己紹介してとおくと、えっと、DMM.com の今 CTO をやってます松本ですも、えっともとはですね DMM.com の, DM. の CTO になったのは去年の10月で でまあ、その中でとそれ以前に、まあ、3社ぐらいスタートアップをやった後に、まあ、g n o s シ y という会社の創業からあの携わってましてでそこからまあ g n o s シ y が上場してそこから新規事業いくつか立ち上げてとていうところの、まあ、新,規事業新規事業の担当をやったりとかあと c t をやったりとかさまざ、あ、まな取り組みをやっておりました。 であのそ,まあ、そこから趣味がこうじていろいろ新技術とかも結構好きなので、まあ、そこから例えばブロックチェーンで新規事業の子会社を作ったりとか、まあ、やった末に昨年の10月 DMM.com の CT を入社しました、はいでですね、今日の話なんですけども えっとまあ、何をタイトルに話そうかなと思ったところあ、まあ、AWS さんの方から、まあ、今、DMM.com として、まあ、AWS をいかに活用しよ,うしようとしているのか、まあ、今、改革をしているさなかなんですねなんかその中でどう活用しているのかというお話をしてほしいなと言われまして、まあ、なのであの、まあ、どういった方ターゲットに話そうかなと思ったんですが、まあ、大まか。その 組織をけん引する、まあ、改革する立場の方、まあ、やっぱりこういったところをこらえられる方、まあ、組織を今、クラウド化していこうとか、まあ、今のオンプレにあるいろんなシステムをじゃあどうしてこう、古くなったシステムをどうしていこうクラウドを活用しているけどどう使っていけばいいんだろうみたいなところで、まあ、悩まれる方、非常に多いと思います。 でそういった方向けに、まあ、あの僕自身の経験ベースにはなりますけど、まあ、組織をいかに改革していくかというところは、まあ、DM.com をショーケースとしてアマゾンウェブサービスをいかに使ってきたかというお話をさせていただければなと思っております。 主か今日話そうと思っているところが、えっとまあ、改革しようとしているこの会社がどういう規模なのかというところをもうまあ最初にイメージしてもらうためにも簡単にちょっと会社の紹介をさせていただいて、まあ、そこから課題がありそこからどういう施策を立てて今何をしているか、まあ、そういった流れでお話をさせていただければなと思います DM.com についてなんですけども、えっと、現状の DM.com、まあまあ、トップページいくと大体こんなサイトなんですけど 大体今サービス数40以上となっております、ただこれ40以上というのが実はあの毎月何か買ったり立ち上げたりで毎月何か撤退したりというのを本当に繰り返してましてあの僕も正確な数が実はパッと空では言えなかったりすると大体45、6ぐらいあるんじゃないかと僕は思ってるんですけどあのまあいろんな軸でこう事業って数えるといろんな数字が社内から出てきて何とも言えない感じです、たくさんありますということだけは分かってください。 で今、ユーザーの規模,規模でいうと、まあ、月間25億 PV と、まあ、会員数が3000万人弱2900万人というところになっていますで、まあ、この規模でさまざまなサービスを提供していましてと、まあ、一つが動画配信、まあ、これはネットフリックスさん的なあの、まあ、いわゆる動画配信、まあ、のコンテンツ配信をしていたり例えば電書籍のところでは、まあ、主にあの漫画が多いんですけども漫画だったり、まあ、小説だったりというところの,あのコンテンツ配信をしています。 まあその他ネット通販のところではさまざまなガジェットを売ったりとかあとレンタル、こちらはあの今まではいわゆる DVD、CD レンタルみたいなところをやっていたところが最近ではいろいろレンタルという事業もやっていましてここはあのブランドバッグとかデジカメとかそのまあ季節物で単発で必要なものをレンタルしましょうとかまあそういったものもやっていたりと,まあちょっと新しめのレンタルサービスまあいわゆるあの今のシェアリングの流れの延長かなと思ってもらえればいいと思います。 でその他、えっと、オンラインゲーム事業をやっています、えっとまあ、ここ4つぐらい大きめのタイトルを並べているんですけども、まああのまあ、それなりに大きな規模のゲームタイトルを、まあ、数多く抱えておりまして、まれ、あ、わ自身もあのゲームのプラットフォーマーとして、まあ、いく大量のゲームを出させていただいております。でその他オンライン英会話事業、まあ、こちらは僕もユーザーなんですけども、あのまあ、実際に英会話をです、ね、あのスカイプ越しに提供したりとか。 まあ,あとは FXCFD 事業と書いてありますけど、まあいわゆるその FX 証券業というか、まあ、あのいわゆる金融商品取引をやったり、まあ,あと格安シムをやったりあの、まあ、通信周りのまあサービスを提供しています、まあ、その他何でもありでも、ね、はい、エネルギー事業をやっていますあの太陽光こちらのメガソーラーの発電所を持っていたりとか、まあ、そのいろんな形でエネルギー事業に取り組んでおります、まあ、その他エンターテインメントとしてオンラインサロン事業、まあ、いわゆるファンクラブ的な事業とか あとドットメイク、こちらは秋葉原にあるいわゆるコワーキングスペースなんですけども非常に多くの例えば 3D プリンターとか切削機とかいろんな機器を取り揃えたコワーキングスペースを用意することでものづくりを支援していこうということを支援したりしています。 その他えっと新規サービス紹介すると,えっと例えばビットコインの取引所だったりまあメニューズ、こちらはレシピですねそのほかアニメーションレーベルも持っていますあとはサッカーチームこちらあのベルギーにあるシントトロイデンというサッカークラブをのオーナーをやっておりましてまあそちらの経営をしていますそのほか VC をやっていたり DM ベンチャーズあとプログラミングスクールあと面白いところであの就活ネットこちらはお葬式ですね DM オート中古車買い取り であと最近、ちょっと変なもの買ったんですけどこれですねあの消防事業を展開するハードウェアベンチャーの事業を買収しましたあの消防車作りますとでなんで消防車作るかというとあの消防車の業界をさらにじゃより効率的にしていきたいなと思っていての、まあ、そこを我々が持っている IT のテクノロジーだったりを活用して、まあ、いかにそのよりより良い消防事業というのを提供できるのかとというところをまあチャレンジしていこうというところで今、ベルリングという会社と連携してあのまあ買収して一緒にそういったハードウェア開発をやっております。 でその他えっ、ー、とまあ、例えばあの研究開発のところもいろいろやってましてまあ、これはあの東京大学さんと一緒にやっているえっ、ー、とこちらのリアルタイム音声変換の研究をやっております。今あの実はリアルタイム音声変換だけではなくていわゆる五感人間のまあ、目とか音とか。 触るとかそういったところの人間のエンターテインメントに関わる感覚というところをじゃあどうやって進化させていくかデジタルでどう変えていくかというところを研究してましてその1個の成果としてこういったあのまあア,ニメアニメ声優の声でもみんな喋れますよというようなそのリアルタイムの音声変換装置を作っていて今これを事業化に向けて動いております。はい、というわけで,ですねあの皆さん、これでお分かりのとおりあの相当いろいろな事業を抱えています。 もともとは動画配信だけの会社だったとあの僕も記憶しているんですけどさまざ、あ、まな事業を抱えておりましてでその中でまあやっぱり僕が入社した時点でさまざ、あ、まな課題を抱えておりましたでこれは僕自身がこう見るにやっぱり多くの組織が抱えている課題と一緒なのかなと思っております、まあ、どういった課題かといえば一、まあ、つがまずあの20年我々の会社もシステムが続いているので、まあ、あのいわゆるシステム的な負債というか、まあ、コード上のまあ複雑度が高くて回収が難しいよねというサービスがあったり まあ、いわゆるその事業から立ち上がった会社さん、多くのケースではやはりあの会社の中で事業と開発というものが分離していたり、まあそのまあ、いわゆるエンジニアリングでどう事業改善するかというところがあまりなくて、まあ、いわゆるその営業とビジネスモデルが強い中で、えっと、そこに対して開発に対しては受発中という関係になってしまったり、であとはあの、まあ、いわゆる事業,部事業部間でのサイロ化が起きてしまっていると、各事業部内でまあそのいろんな情報を持っているんだけどそれが分断されていたりとか。 あとはあの、まあ、よく多くの会社で起きていることをもう一つが、まあ、定性的な事業判断やっちゃってるよねとこれあの、まあ、データによる定量的分析って、まあ、現,現代の,あの僕経営においてはこれ大前提だと思っているんですけども、まあ、こういったそのデータを使った事業改善というところが、まあ、ほとんどできていないよねというところがやっぱり見られますとで例えばあの機械学習みたいなものが新しく出てきくるでこれを使うと何が起きるかというところの理解というのが、まあ、なかなか難しかったり。 まあ情報配信を DMM ってやってるわけですよ、いわゆるそのまあ動画だったり、さまざ、あ、まなコンテンツだったり、ゲームだったり、そういった情報を配信する中で、まあ、この情報配信というのは現代においては、あの人が何かを考えるのではなくて、まあ、検索と機械学習の世界だと僕は思っていますと、レコメンデーションと検索、この2つがあって、初めて情報配信があるのであって、まあ、そこのルールを人間が僕はほとんど考えるべきではないぐらいに思っております、ただ、マニュアルに運用されている箇所があって、効率も悪かったりとか。 というところで、まあ、こういった課題、僕自身はまあこれは多くの会社で起きている課題そのものだと思っておりましてで、まあ、これに対してあの私が昨年10月あの、まあ、ここの、まあ、CTU になってくると誘われた際にあの、まあ、言われたことがテックカンパニーにしてくれということで、まあ、そのテックカンパニー化、全社の,の売り上げ規模でいうと2000億を超えている規模なんですけども、まあその2000億を超える売り上げに対してよりテックカンパニー化して変えてくれというミッションを与えられまして10月に入社しました。 でただ、皆さんがよくテックカンパニーってよく口にするわけなんですけどテックカンパニーって何ぞって言われたときに意外と皆さん答えられないんですよ、かそれなん,かこうなんかコード書くこととか,なんかこうエンジニアが活躍することとか言うんですけどエンジニアの楽園だみたいなこと言うんですけどそれは間違いだと思っていてあの大事なのは僕はこの3点だと思っていてまず1つが技術ドリブンというかソフトウェアドリブンであることこれは分かりやすい、まあ、いわゆるその技術を交えてきちんと課題を解決すること。 すべああての事業、組織というものはソフトウェアエンジニアリングをベースに改善されていくし設計されていくべきだと思っていて、まあ、これはあのソフトウェアを使うことで何が起きるかというとソフトウェアというのはさまざまな行動が計測可能な状態になっているので、まあ、その次にあるデータドリブンにもつながってくるわけですね。なのでその行動を通してすべての事業を定義していくことでさまざ、あ、まな事業というものはあのソフトウェア化されていってそこに次につながってくるデータドリブンになってくると。 データドリブンどういうことかっていうとこれは計測と事業モデリングという1つは書いてるんですけどがいわゆるそのプロダクトだけではなくて組織全体をすべて計測できる世界だと僕は思っておりましてでそれが特に人がスケールしてくるに従ってこのデータを使っていかにその定量的に客観的に判断できるか科学的に判断できるかまあこそしてあの事業っていうのはどういう風に成長するのかというモデルこのモデルを明確にしていくことこれができるっていうことがあのデータを計測することの強みだと思ってましいまして。 まあ事業をモデ,モデリングしてじゃあそれに対して計測していって AB テストをする中で着実な成長を生んでいくこれがデータドリブンだとでもう一つのデータを使うと、まあ、個別最適化っていうのもできるよねと、まあ、人が見つけた回というのをまた人がずっと運用するんじゃなくて一回出来上がったルールは機械にやらせてしまえと。 でその機械にやらせてしまえっていうのがこれまではこうずっと行動を書かなきゃいけなかったところが、まあ、一部は例えばあのマシンラーニング系のプロダクトをじゃあ政治メーカー使ってこの人の意思決定で発見した知識をどう機械学習モデルに落とすかというところまで持っていけばじゃあそれってあの最終的には自動化につながっていくわけですよでそうするとまあ省力化と改善,の、まあ、さらに改善もできると。 人っていうのはあのずっとやっていればミスが出るもんなんでじゃあなんか8割しか正解しないとしたらそれ9割9分まで上げるような機械学習のアルゴリズムを作ったほうがいいよねとっていうことで個別最適化、レコメンドを使いましょうアルゴリズムを使いましょうというまあこうやってそのシステム化してデータを生んで,でデータを生んだ先にあの新しいこのテ,ックテックカンパニーらしい改善というのがあるでその改善とは何,とか何ぞやっていうとそれがアジリティだとまあこれはもうアジリティという言葉が誕生して まあソフトウェア界隈で出てから多分18年ぐらい経ってると思うんですけど、あのソフトウェア,アジャイルソフトウェア宣言ですね、あ,のあれが出たのが18年ぐらい前なんで、ですると、そこから出てきたアジリティっていうのがもう一つ、この鉄ンパニーというところで大事だとその何か、アジリティとは何ぞやっていうと、このイテレーティブな改善とか、まあ、その AB テストベースで、より着実に細かくサイクルを回していって改善できること、これがアジリティだと。 でもう1つ失敗を許容できることアジリティを高くするということは何かというと僕はあのみんなが失敗しても大丈夫なんで安心してくれよ挑戦してくれよこの環境を作ることがアジリティそのものだと思っておりますでその時にじゃにアジリティをどう担保するか、まあ、その不つまりは不具合が発生しても、まあ、復旧可能であるレジリエントなシステムをいかに構築するかこれがまあアジリティの根源だと思っておりまして、まあ、その さっきから言っているじゃあソフトウェアベース、ソフトウェアドリブンでデータドリブンでアジリティーだ、この3つが僕はテックカンパニーに対して大事だと思っておりますと。で、その中で DMM を変えていこうということで、えー、と最初にやった施策っていうのが、この DM テックビジョンというところを明文化して、社内の一つのまあ憲法というか、法律というか、いう形で、最終的には文化としてどう編み込んでいくかというところをまあやっておりますと。 この DM テックビジョンというのは我々が持っている技術、データあとはまあそれなりの売り上げがありますのでその売り上げを使った資本とまあ意思決定速度まあこれらを全部統合して DMM をいかに強くするかというところをまあ発表させてもらいましたとこの資料を DM テックビジョンで検索すればインターネットに上がっているのでぜひ皆さんご覧くださいまあ大まかに話すとまあ一つ大事なことが当たり前を作り続けるということを言っています当たり前って何ぞやっていうとあの当たり前っていうのは僕はベストプラクティスの集合体だと思ってるんですね なんか例えば AWS でアーキテクチャを作るならこれが普通だよね、これが当たり前だよね、それってなんかあのいろんな形であの集合値がまああのベストプラクティスとして定義されていてそれを丁寧に適用し続けられること、これが当たり前を使い続けることだと思っていて。 でその上もう一個上を行こうということで、まあ、そのまずは当たり前をちゃんと使っていきながらその,その先で新しい当たり前を新しいその技術、事業にあのちょ、まあ、我々挑戦していくわけだからそこで新しい当たり前を外、まあ、世界にちゃん対してちゃんと展開できるような会社になっていこう、まあ、それを我々の在り方にしようというのがこの当たり前を作り続け,てる,続けるというまあビジョンに込められた思いですでそれに対して、えー、とみんなが行動するにあたって迷ったらこういう意思決定軸を使ってくれと。 いうので提供しているのがこの4つ DNA テックバリューと呼んでいるこの4つで、まあ、1つがさっっき言ったアジリティですね失敗を許容してあのたくさんの挑戦をしようで、サイエンティフィック数字を共通言語にしてエンジニアあと、まあ、例えば営業とか経営とかさまざまなレイヤーで同じ言葉で話して定量的に改善科学的に改善していこうアトラクティブこれは魅力的であろう、まあ、我々が作ったプロダクト我々が作ったベストプラクティスは積極的に外に発信していってもう使ってもらおうと。 でただでもいいから出していこうと、それであの世,界的にあの世界から見て、われわれの会社というのが魅力的であるということは、最終的にはわれわれにとってプラスになるはずだから、そこを徹底して魅力的な会社にしていこうと、で最後はモチベーティブと書いているのは、これは意欲的と、まあ、略してありますけど、まあ、みんなが能力を発揮しやすい場所、みんなが自分がこの会社にいることが正しいんだということを、あのまあ、自分たちが、まあ、ちゃんと認識できるような環境にしていこう、そのために透明性を高くしていこう、成長できる場を作っていこう。 そういったことをまあ大まか4つ、このテックバリューとして定めて、みんなの行動軸にする、さらにそこからブレイクダウンして、のこの4つに対応する戦略を打ち出していますと、技術戦略、データ戦略、広報人事戦略、コミュニティ戦略、えっと、まあ技術戦略のところと、データ戦略、広報人事戦略、まあ、ここのところで話す、あの今日はこの3つに関して、この後これかける a w s で、我々がこういうことをやっていますという話をしていこうと思っております。 で今日はねですねちょっとあの本当に改革について話してくれっていうとあの本当幅広くなってしまってちょっと薄めの話になってしまうので気になる方はあの僕、いろんなところで登壇したりとかいろんなところにあの普通にいるのでなんかででも質問してくださいでその中で一番最初に話そうと思うのがアジリティと AWS という話ですね、まあ、ここが一番興味あるところなのではないかなと思うんですけどもまあ失敗を許容するアーキティクチャーへ移行すると。 ということをまあベースに掲げて、アジリティとを掲を上げるために AWS といかに連携していくかということをやっています。でまず、じゃあ、アジリティに対してどういう課題があるかというと、先ほども言ったんですけども、われわれのサービス、よくある課題ですが、長い時間を経たシステムです、でそのまあ20周年なんですよ今年、あ昨年実は、でその20周年を経た DMM の抱えるシステムって、さまざまな課題、山積していますよと、一、まあ、つがあのシステムの複雑度が高いと。 複雑度というのはコードの循環複雑度みたいな指標もありますし例えばさまざまな、ね、あのシステムが動いている中でそのネットワーク的な複雑度も上がっているだろうし、まあ、さらにプロセス的な複雑度も上がったりするわけですね。あのやっぱりそのこの下の巨大なモノリストもありますけど、まあ、やっぱり一つの大きなシステムに、まあのように振る舞っている巨大なその複雑系があって、えー、まあ複数事業がその上に乗っかっていたりとか。 まあその複数の事業ドメインがそこに乗っかっていたりとかして、まあ、例えば一つ回収するにもまあなんか不具合が横断して影響することが出たりとか、まあ、その複雑度ゆえに起きるさまざまな課題がありますであとは、俗人化した運用、まあ、これはあの複雑度が上がってくると何が起きるかというとそこに対して知見を持っている人間しか手を出せない世界になってくる、まあ、古い行動もまあ大量にありますしあの僕が入社して最初に見た行動のファーストコミットも2005年でしたね はい、2005年にコミットされた行動を誰が読めるんやみたいな話があってというところがあってやっぱその知見が失われつつあるとでケースも結構散見されていて、まあその俗,まあ、俗人化しており、まあ、複雑で巨大で俗人化している、はい、あの皆さん、こんな会社に入りたいですかというとつらくなりますよねということがやっぱりあって、まあ、そのシステム改善に伴うリスクとか心的・人的コストが高い、まあ、この開発面で挑戦が減ってしまうよね、これは当然だと。 だからこそあのこういった DMM を受けるアジリティとはこういう話だよというのをまず社内に話をしています。まあ、1つが失敗を許容するシステムとチームになろうと、まあ、失敗してもいいんだよとで失敗してもいいっていうのとあの失敗しても大丈夫なシステムだよというところにしていくで1つもう1つがその中で生まれたベストプラクティスをちゃんと標準化してみんなに適用していこうそうやってあの小さく多くの挑戦が行われる環境を作っていこう、まあ、これが我々にとってのアジリティだよねと。 でそこでまあ回収における主要なポイントとしてはこういった点を掲げて今、動いてまして一、まあ、つが高くアジリティを高くするためにまあ素早くユーザーに届けられる開発チームと開発プロー設計、まあ、いわゆるあのコンティニアスインテグレーションコンティニアスデ,あのデリバリーとか、まあ、そういったカテゴリーの,まああの自動化を進めていったりとかであとは、まあ、ここのまあセキュリティとかスケーラビリティが事前担保できる世界にしていこうと。引いていっててっ まあさっきのベストプラクティスですね、まあ、レールを引くことで、そのレールに乗っかれば、ある程度事前に問題がケアできるよねっていうところにしていこうと、例えばあの監視系とか、こういったところを徹底するだけでも、問題が起きた瞬間に即座に検知できるよねと。 というところで、まあ、その事前担保できるような仕組みをして作っていこう、まあ、当然ながらそのエンジニアにとって魅力的であるためにはモダン化ちゃんとしていこう、まあ、新技術導入、例えばコンテナ化していったりとか、じゃあ,あの、まあ、コンテナを運用する上での,じゃあそのミドルウェアどうしていくんだ、Kubernetes を使うのかとか ECS を使うのかとかさまざ、あ、まな新しいあのアプローチがあったり、そこに対してじゃあさらに上にサービスメッシュを乗っけるのかそうじゃないのかとか、まあ、そういったところに対してあの、まあ、モダンな技術を使っていこう、あと開発フローム、コミュニケーションツールも全てちゃんとモダンなものを 使ってモダンなものというのは世界中のさまざまなベストプラクティスがあったゆえにそこにあっているわけなのでそれを理解してちゃんと生産性向上を目指していこうと最後は小さなシステムにしていこうこれはあのマイクロサービスにしていこうってよく言われるんですけどマイクロサービスというよりはまあ適切なサービス流動にしていこうというだけの話だと僕は理解していて、まあ、これはあのなんか例えば DDDD でいうとドメイン駆動設計でいうところのまあドメインモデルというかまあその一つのまあ なんかすごく細かな領域ごとにマイクロサービスを作っていっても結局チームがそれに対応していない限りはなかなか改善が追いつかないと思っていてだからこそ,そのチームとシステムその両方をどう最適化し,最適化していけばよいのかその流動を探っていくというのが我々が今話している小さなシステムだと思っていて。 なのでそういったそのチームとドメイン協会と、まあうまいことその妥協線を探っていって、そこをうまく運用していけるような形にしていこうということで、まあ小さくしていって、自分たちの持ち物をちゃんと理解していこうということを小さなシステムと呼んでいます。で、具体的な取 でここからが結構、AWS の話が入ってくるわけなんですけども、まず一つが、えっと、横断的な SRE チームを立ち上げました、まあ、これはですねあの、クラウドのベストプラクティスを横に提供していくにあたっても、やっぱりそ,のそれを、まあ、エヴァンジェリストというか、まあ、中に入っていくというか、まあ、横断的に取り組むチームが必ず必要です。 でまあ、ミッションとしては信頼性向上を掲げていて AWS を活用していきながらまあ最適化してそのアーキテクチャの最適化をしたりあとは監視方法とかの改善をしていってでそれをさらにあのベストプラクティスとして定義していって新規事業にもどんどん導入して、まあ、全体の改善速度、まあ、その1回レールを引いてみんながそれに乗れるようにするということを出ますとでそのための標準化支援もやりますとなのであの複数事業で改善プラクティスを集めてきて あのこのチームでは ECS を試してみました、このチームではじゃあなんかラムダを試してみましたという時にどう使っていくべきかというところの,あのベストプラクティスをこのチームがすべて収集してそれをあのまあコードによってまあ現在、我々はテラフォームを使っているんですけどもまあテラフォームを使いながらその標準化してそれを提供していくという活,用活動を開始していまして最近、実際にそれがあの複数の授業で使われるような事例も出てきました。 であとオンプレと AWS の間で最適化を図っていこうということで我々のサービスですね、えっと、全体で数千台規模のオンプレのクラスターからなっていましてでそれを今、随時あの最適なラインを決めて AWS に切り出していくということをやっています最適化っていうのはどういうことかというとあの、まあ、僕はクラウドを使うことの一つの,あの、まあ、大きなメリットとしてはそれはマネージドであることだとマネージドであるというのは非常に大きな価値でやっぱりその,、まあ、そのミドルウェアの改善に対して まあ世界中の人がそれを使うわけでそれに対して売り上げもつくのでそれに対してチームがついていて非常にその高頻度で改善が行われると我々がそれをあの同じようなものを中で作っていてもなかなかその改善速度では追いつけるわけがないんですねやっぱりその自社でやっていてもあの自社内でオーロラが生まれてくるわけではないとっていうところを考えるとやっぱり AWS とオンプレの間で最適化していくというのは大事なことだと思っていて まあそ,ういうそういったことをやることであの運用コストも削減できますと CICD とか i a c とか監視の導入コンテナ化などを徹底するだけでまあ我々というのはそのクラウドに乗っかのレールの上に乗っかっていって AWS のレールに乗っかっていけばまあ運用における自動化推進できてでそこでコストが削減できていくね。特にその人を一チームあたり小さくしていくっていうのは大事なあのミッションだと思っていてさっきの小さなシステム小さなチームって言ってるのはやっぱりその一つのチームが小さければ小さいほどコミュニケーションロスっていうのは減っていくのでまあそういった意味でも小さくしていくっていう意味でまあ少ない人数でマネージできることそのためには AWS で十分なところを AWS に持っていこうということをやらなきゃいけないですと。 でそうすると、またもう1個メリットが生まれて、それが柔軟なスケールと改善速度の担保ですね、やっぱりそのオンプレミスのところで、あの素早くスケーリングしていこうとすると、どうしても、どれぐらいスケールするか分からなかったサービスがいきなり跳ねましたってなったにまに、まあ、そのリソースのプロビジョニングにもやっぱり時間がかかったりしますと。っていうところで、じゃあ、それをどうしていくか、スケールを自動化していこうということになりますね、まあ、こういったのことができるのも AWS の力だと。 であとは部分的な標準化をしていこうと、まあ、ここはあの、まあ、安定運用に関わる共通部分はすべてコード定義にしていって、まあ、特にあの一番力を入れているのはサービス監視ですね、僕は SRE の一番スタート時点,時点はあの監視だと思ってまして、まあ、データドッグを使いながら、今、前者のシステムに対して、いかにこう自動化して、まあ、簡単にデータドッグを導入して、ダッシュボードを導入して、まあ監視を導入、監視をしていくかというところをやっていたり。 まあそれはあのインフラストラクチャーズコードだけではなくてまあそのベストプラクティスそのもの自体を文書化して Gitbook にして今運用しています。でまあ、なんであのまあ数あるクラウドの中で AWS を使っているかというところなんですけども、えっと、まあここのメリットなんですけど、まあ、一つがそのまあ豊富なマネージドサービスの存在特にあの僕はラムダとかオーロラとか大好きなんですけども。 でまあ、あとは移行の手厚いサポート、やはりここをやるにあたって、AWS のソリューションアーキテクトの皆さんにだいぶご協力をいただいておりまして、その手厚いサポートや社内教育への強力なバックアップをしていただいております、具体的には毎月ぐらい、社内でハンズオンやってもらったりとかいうこともやってもらってます。 でまあ、当然ながら容易で非常に安定したスケーラビリティーがで,できておりますし、まあ、IEC によるベストプラクティスの横展開もまあ可能になるよねというところで AWS を使っています。あと、ここに書いてな、ね、いぶっちゃけた話としては僕自身がずっと AWS で仕事をしてきたというところもありますがか書きませんでした1、えっと、個大きな事例としてやりました、えっとヶ月まあ、入社して6ヶ月ぐらいで完了したプロジェクトなんですけども、まあ、最初の移行プロジェクトとして、えっと、電子書籍の事業を AWS に持っていきました。 でこの AWS 以降どれぐらいの規模だったかというと、まあ、ユーザーで言うとさっき言った2900万ユーザーぐらいいてで売り上げ規模で言うと事業単体で100億を超えている状況なんですけども、まあ、このサービスをサクッと AWS に乗せ替えさせてくれいいよって言ってもらえたんで、まあ、ここを今、あの電子書,書籍事業の、まあ、スコープで言うと主要なユーザー向けのウェブサービスのところ、まあ、あと API のところを、あのー、今、AWS に持っていきましたでそれに必要な主要なデータベースもそれに伴って移行しています。で最多クリとしてはあの まあ今回のこの電子書籍事業が比較的他の事業への依存度がまあ分析していて小さかったとで、まあ、事業規模としてはそれでも十分大きかったやっぱりそのこういった改革をするときに一番大事なことっていうのはあの一つ成功事例を作ることだとどうやったらこの我々が今話しているベストプラクティス、まあ、ぶっちゃけ今話してきたところって皆さんは分かってるよというところかもしれないんですけどただ一番大事なのはその成功事例を一個作ることだと思っていてでその成功事例としての,あのまあ 電書籍事業を今回採択して動かしてみましたでもともとのアーキテクチャでいうとあの正直あのだいぶ簡略化していますあのどうでそうですねあの100倍ぐらい薄めたアーキテクチャー図なんですけど、まあ、大体こんな構成になっていましたあの実はこの後ろにうわーとことめちゃくちゃ大量の API 群がいてそこの,あのネットワーク引いていくと本当に複雑なんですけどちょっとおぞましくなるので書くのをやめました でえーとまあ、そこの中に用意されているのはいわゆるそのアプリケーションサーバーと、まあ、管理向けのアプリケーションサーバーでその裏にあの、まあ、いわゆるキーバリューストアとしてカウチベースがいてあと、MySQL がいて。 でその SQL に対してはすべ、まあまあ、てのまあバッチ,チ,チとかも含めすべてがアクセスしているよという状況のまあアクセス量ですね。で、カウチベース自体もあのレコード数はうんくうん十億単位で今、存在していて、まあ、それをこれをあのいかにあのクラウドに持っていくかというところがまあ今回の肝でしたと。で移行後、割とシンプルになりましたと。 えとまあ、今回はですねあのアーキテクチャとして採用しているのがアプリケーションはすべて ECS EC とファーゲットの組み合わせにして ECS ファーゲットの上であのオートスケーリングをかませることであの、まああのまあ、電子書籍事業のトラフィックは意外とそのスパイクすることが少なかったので、まあ、一旦そのオートまあ負荷ベースのオートスケーリングをかませていくことで、まあ、あのファーゲットのコンテナが自動で立ち上がるような形を作っていって、まあ、あの安定してスケーリングするようにしました。 であとはデータベース、カウチベースだけはですねちょっとマネージドがないので一旦はここあのまあ EC 通常の,のカウチベースのデータベース群がいるんですけども、まあ、ここ、まあ、将来的にはこれをダイナモに置き換えるのもありだよねという今議論をしています。まあ、そのほかメムキャッシュはもうあの,キャッシュのところ、まあ、今回から導入になったんですけど、まあ、こちらも SD キャッシュを使ったりとかであと、ISQ に関してはオーロラの方に乗せ替えてで、まあ、こ,れらこれらを、えっと、今回はちょっと、えっと、オンとインあの ずっとオンラインのはままマイグレートすることはちょっと難しかったので、まあ、深夜にあのメンテナンス時間を設けさせていただいてあのデータをすべてあのクラウドからマイグレートさせていただきましたオーロラに関してはあのオンプレの方からダイレクトコネクト引いてきてでこれです、ね、ダイレクトコネクト引いてきてそのダイレクトコネクト経由であのここに対してレプリ,レプリケーションを貼って、まあ、それでデータを導入するというようなアクションをとっています。 でこちらの自社 DC 内にある先ほどの API 群とかデータベース群は一部はまあダイレクトコネクトを経由して、まあ、ほとんどはあのクラウド、まあ、インターネット経由でちゃんと通していこうねという形で、まあ、今運用していますで今回の移行にあたって AWS さんにご協力いただこうということで WellActicTedReview を活用しましたこれはですね w e l l a c t ッ c t e d r e v i e w、えーまあ、何をやるものかというと、まあ、あのソリューションアクティックさんと連携しながら、まあ、いわゆるこの5項目セキュリティ リライアビリティ、パフォーマンス、コスト、オペレーション、まあ、この観点であのリスク評価とその軽減をしていく、リスク,、まあ、リスク評価からさまざまなベストプラクティスが AWS の内にあるので、それらに対してチェックシートをまずチェックしていって、それに対してあのソリューションアクティテクさんにレビューいただきながら、ああ実際にあのこういったアクションを取るべきですよねというところを出していただきました。まあ、今回ののの中で大まかに出ててきたものの一例としては 例えばアーキテクチャの見直しをまずやりましたとかあと障害対応フローですね、このケースだとこういうふうなところで障害が起きるよねとか、こういうケースでは誰にそれをエスカレーションしていくんだっけ、そういったところの障害対応フローの刷新をするべきだというアクション話がありまして、こちらのアクションを取りました。 あとはその,その中でこのアーキテクチャーだとどこが障害点になるんだっけっていうところを見ながらあのまあ各種まあその障,害単位障害点残る単一障害点あどうしても出てしまうのでそういったところを確認をしたりじゃあここで障害が起きたらどうアクションを取るかそういったところのチェックポイントをすべて洗い出して今、チーム内ではこれに対してのアクションを取るようにしていますで実際、ですねじゃあこれ移行してみてどうだったかと既存事業、AWS 移行してどうだったかまあこれは分かりやすい効果ではあるんですけど 一つがあの改,善改善速度が向上しましたと、まあ、監視とスケーリングを自動化したことで、まあ、その安定的に、まあ、あの安定性に関わる項目を、まあ、徹底して監視するようにしてオートスケーリングをかませることで、まあ、リソースが柔軟に確保できてで、まあ割と安心して夜寝れるしどこまでもスケールしてくれるよねな環境が作れてでそこからレリース頻度も改善しましたと、まあ、ECS にしてあのコ,ードパイ、まあ、コードパイプラインとかあの我々社内でコード4兄弟とか呼んでるあのシステム群で CICD フローを構築することで、まあ、ブルーグリーンデプロイとかも今作ってましてそこから のロールバックもできるようにしやすくなりましたということでデプロイして障害が起きても即座にロールバックできる環境まで構築完了しましたということでリリース頻度も改善していっていますであとは事業部内での自由度が増加しましたと当然なんですけど様々なマネージドサービスを使うことでリードタイムが非常に減りますとあとオンプレのところでこのミドルウェア入れたいんだけどというところだといろんな検証が入るわけですけど今回テラフォームでポチッと書けばすぐに新しいミドルウェアも導入可能になると というところで、あのー、自分たちの責任の範囲内でさまざまなマネージドサービスの導入が可能になったこれは一つ大きな点だと思っていますでその結果として自律性が向上してチーム内で、まあ、システム改修とか変更レビューが容易になって挑戦が容易になりましたアジリティが上がりましためでたしめでたしという感じで,で、まあ、ここが今動いていて、まあ、この流れに沿ってこのプラ,プラクティスを応用していまたいくつかの事業をクラウドに持っていこうかなと思っているさなかでございます、はい、で、ここまでがアジリティの話 でもう一つえっとサイエンティフィックと AWS という話をさせていただきます、まあ、その科学的にサービスを改善するにあたっての AWS の活用、まあ、データ活用における課題点でいうと、あのー、まあなかなかデータ活用できていない会社だとデータ活用の価値が理解してもらえないというところもなあるわけですよねでそういったときに発生するのが、まあ、まず基盤コストなかなかこう巨大な基盤コストをこう需要あの許容することができなくなっちゃうと。 でとはいえサービスはでかいので、まあ、25億 PV から生まれるログ量は非常に膨大ですと,、えーとまあ、毎日う、うん十テラバイトのログが生まれるわけなんですけど、まあ、そうすると、まあ、非常にまあ膨大なこのログをいかに扱うかというのに対してお金はかけられないかつあのアクセス制御もかけてほしいと個人情報が載ってこないかとか機微、まあ、情報とかの観点でアクセス制限はちゃんとかけられたほうがいいよねで。これに対して DMM におけるサイエンティフィック、じゃあこの KPI マネジメントをちゃんとやって、科学的な手法で、そのまあ課題を計測して、課題を見つけて、そこから仮説を立てて検証して、このサイクルを回しながらノウハウ知見を生み出そう、それを科学的にやっていこう。 まあこういったその数値を共通言語としてやるような組織を作るために、まあ、さっきの課題と合わせてどうしていこうというところで、まあ、今回はあの社内にあった Hadoop の基盤があるんですけども、まあこれをあの活用させあのさらに AWS で評価していくというところを進めましたと、はい、あのやっていることでいうと,、えっとオンプレにもともと Hadoop クラスターがいました。 えっとまあ、ここスパークだったりとかあとプレストが前段にいたりとか、まあ、HDFS やの構成で、えっとまあ、それなりの規模はそれなりにあったんですけども、まあ、データ量の関係が割とワークロードをああの流してしまうとすぐにあのアップアップになってしまうような環境だったとで、まあ、ただこれを叩くためにプレスト立ててリダッシュで触っていたんですけども、まあ、これが枯渇予想されたというか正直枯渇してましたとでこれらに対して今回はあの、まあ、ディスト CP 使いながら、えっと、データをあの h a d o p から あと S3 に移行しています。あ移行してるんじゃなくて、こちらに溜まってるデータは維持したまま、それをそのまま S3 に持ち出しています。で S3 に持ち出して、でそれらをあのまあ AWS グルーであのカタログ作りながらじゃアテナを使ってデータを触るというフローを作るだけで、まあこれでリダッシュがこのニ系統を触るようにすると、まあ簡単にあのまあ元々のデータをそのまま維持したまま、まあこのプレストとプレスト5カのアテナを使うことで、まあ保険もある程度揃ったまま、まあリダッシュで。 あの例えばアドホックでなんかいろんな人がクエリ書きたいというときはアテナに流してもらってで機械学習のメンバーとかがちょっとゴリゴリあのこっちのリソース回したいんだというときはこっちを経由していってとっていうところであの使い分けができるようになってまあアテナで柔軟にスケーリングしつつまあこちらの方では我々のワークロードに合わせてカスタマイズをしていくようなことまあこれを同時に達成するというのをまあこういったアーキテクチャで達成しました。こうやってて柔軟にリソースを確保して あのあたらあのデータ分析環境が作れるのも AWS のまあ価値だよねということで今回、サイエンティフィックというところでは AWS のリソースの柔軟性を活用してこういったご取り組みをしていますであと最後となんかエンジニアリングというかソフトウェアエンジニアリングっぽくない話なんですけどこのマネジメントっぽい話なんですけどモチベーティブと AWS というところでも AWS さんにあのご協力いただいております、まあ、人が育つ組織にしていこうというところにご協力いただいているイメージです まあモチベーティブってどういうことかというと、まあ、これはマネジメントの教,あの教育とか社内でやるときに出している資料なんですけど、まあ、マネジメントとは何ぞやでいうと、まあ、組織は組織目標を達成しなきゃいけない、でも個人はそれに対して成長したい、成長機会を提供されたい、まあ、自分の報酬が十分でありたいとか、この自分のモチベーションを,あのがを高めることもマネジメントであるし、じゃあ、組織目標を達成することもマネジメントであると、せっかくにはあと社会があって、社会に対して価値を提供していく、この3つがマネジメントだと思っていて、 それらに対してじゃあそのモチベーションかける能力の相場ていうのが我々の組織にとってのモチベーティブである組織の強さの,あのバロメーターだよねっていう,ふうに言っていてそのためにじゃああの個人が成長できることっていうのが一つ大事だと思っていてこのより成長できる DMM を目指して AWS と連携しています。一つやってきたことがえっと面白い制度これ AWS 実弾演習場という制度なんですけどもまあ学びを促進するために個人開発環境を提供しています。 あのまあ、これは AWS オーガニゼーションズとかを活用すると、まあ、全員にあの独立した AWS アカウントをバーッと払い出すことができますよねで、そこでコスト監視とかもできますと、まあ、そういった形で、えっと、AWS オーガニゼーションと、あと AWS クラウドトレールを使うことで、まあ、不正とかも、まあ、動作を記録して監査的なところもやりながら、独立した AWS 環境を全員に配布して、で会社の制度として月,あの月額100ドルまで自由に利用してくれと。 いうまあ、年間で1200、まあ、ドルぐらい使えるような環境を用意して、まあ、そこでさまざまなあの新しいプロダクトが出てたときにテストをしてくれというところを取り組んでいますで活用事例社員の活用事例でいうと例えば AWS で、まあ、例えばリインベントがあった瞬間に新しいサービスが出ました、まあ、それを即座にけ検証しようという動きがあったりとか 例えば、個人個人でコンテナの上にじゃあ私は合言語を勉強したいですというときに合語言語での勉強のためにそういったコンテナを使ったりとかそのフレームワークの学習に使ったりとかそういった形で学べる環境というのをオーガニゼーションズとクラウドトレイルを活用することでより安全にかつ正しく監視できる形で学ぶ環境を用意しています。 でこれはですね、えっと、実はこの後にこちらのセッションがあるんですけども、えっと、新卒教育のカリキュラムであのオンサイト研修を活用させていただいております、えっと、やっ使っている教材でいうとこの2つで AWS テクニカルエッセンシャルズ2とアーキテクティングオン AWS この2つ、えっと、合わせて4日ほどですね丸4日間、えっと、AWS さんにご協力いただいて、えっとまあ、教育していますその理由というのがですねあの19年度から、まあ、私が入ってから初めて入ってくる新卒ここの教育方針として すべての技術をマスターしてほしいわけではなくてすべてのレイヤーは知っておいてほしいググれる人間になってくれということであのインフラからこれオンプレやってこ,のこちらの2つのカリキュラムを通してあのインフラのマネジメントを理解してもらうでその上で API を立ててもらってフロンントエンドウェブフロントエンドとあと iOS、Android のネイティブアプリケーション でそれらに対してじゃあ UX デザインとかじゃあそれらは UX デザインが定まったらそれに対する KPI 計測とかまあそ,れはそれらをベースにしたじゃあそのデータを使っていかにこう機械学習するかとかでさらにそのチームをどうマネジメントするかまあそういったところをモリモリで3.5ヶ月どんどん詰め込んでいこうという教育をしてましてそうすると自分の専門に対して周辺知識がつくのでじゃあ自分がこの技術を であの貢献したいんだけどどうしたらという時に自分ですぐに動ける環境を作ろうと能力を持つ新卒にしていこうということで,でその中でやはりあの、まあ、体系的に AWS を使うということを学ぶにあたってはやはりあの AWS のご協力でこのカリキュラムを入れたのが非常に効果を発揮していて今回、実際のところ社内であの全部それ以外のカリキュラムを作っているんですけが、まあ、非常にこちら、の好評でしたと。 でその他あの社内勉強会の開催も様々やっております、まあ、こちらはソリューションアーテクトさんに協力いただきながら、まあ、ハンズオンやっておりまして、まあそのまあ、コンテナベースでのインフラのマネジメントの勉強会なんかを社内で開催させていただきました。でやっぱりまあ、こういったあの3つの仕組みを取り入れることで、まあ、AWS さんと一緒にじゃあ社員が自分の技術力を上げていって、向上させていける環境なんだというのを、まあ、DMM の社内で実現しておりますと。 そ,のまあそういった挑戦というのが学びにつながって技術力、課題解決力まあ成長できるよねという環境はみんなのモチベーションをさらに高めていってより良いチームになれるみんなが自由にじゃあいろんな挑戦ができてアジリティ高くでサイエンティフィックにじゃああのまあ再現性のある形で事業に取り組んでいってまあそこに対してまあモチベーション高くいられるチームになるとまあこんな素敵なことはないだろうというところでこの3つ,にた3つの取り組みを今進めております。はい、で時間ななのででまとめなんですけども まあ、AWS さんと連携して、まあ、この AWS の活用をさせていただいて、DMM、まあの,、MM のまあ、組織全体を改善している現状について共有させていただきました。まあ、あのよくある大きな組織が抱える歴史的な問題に対して、まあ、アジリティサイエンティフィック、アトラクティブ、モチベーティブこの4つを大事にしていこうという中での、まあ、戦略を作って、そこに対して AWS というのがこういったわれわれの中で重要なファンクションになっているんだということを、あの今日はお話ししたかったなというところが、今日のまとめになります。はい でまあ、最後にですけども、われわれもあのこれからさらにいろんな事業を取り組んでいきますと、さっきの IoT× 消防みたいなお話もあれば、さまざまな事業に取り組んでいきますと、でそういった世界に対して、まあ、あのより何でもありな DMM を目指していきたいと、より何でもありな DMM のためにも、あのスタートアップよりも素早くいろんな事業が作れて、みんながモチベーション高く働ける面白い会社にしていこう、でそのためにも、AWS の活用しながら、前に進んでいこうかなというところで、まあ今日のお話をあの締めくくらせていただきます。皆さんありがとうございました